いや、グイージーいるとあれだね、幅広がるな、マジで。できることめちゃくちゃもう無限大じゃん。すげえな、ニンテンドー。やるな、ニンテンドー。あんたらのアイデアに敬意を表するぜ。俺は誰だ。何、高そうなドレスを。容赦ねえな。作り手の感情を全く考慮して、何これ。なんかいたー。あ、金コウモリいたよ、金コウモリ。金コウモリ捕まえたいけど、まずお前からだ。おい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 、判明。イエッサー、今来ていらっしゃい。11万人楽しみちゃった俺も。いやね、これ予想以上だね。まったかやったね。面白いわ。やめ時が見つからん。ずっとやっちゃうわ。どうしよう。自制ができん。自制を持ってゲームをやめなきゃいけないのに。ずっとやっちゃうって。こんなん。ずるいよ、任天堂。終われないじゃん、こんなん。一生掃除機で探しちゃうもん。吸えるとこ探しちゃうもんね。おっとっと。めっちゃ飛ぶやん。こっちなんかある？鏡に映んないけど、あれ何？あれってなんか入れるの？これ映ってんの？映ってた、ごめん。あ、右に映っ、なるほどな。おお。はあ。そうか、右の穴が映ってたんだな。じゃ細かいね。ちゃんと右にライト当てたら、ちゃんとすごいな。鏡の加減が。はあ。ずっとやっちゃうね、これ。ここなんか引っ張れない、これ。あ、すげえとこな。ね、これずっとやっちゃうし、ずっと多分俺も見る側だったらずっと見ちゃうわ。ガション。どうせ盗まれると思った。何？おお、奥、すげえ！金だ金だ！すげえ、お、あ、隠れてた。ファファファ！ちっちゃいのいっぱいいる。いや、そんなことより金が消えちゃう、消えちゃう、金が消えちゃう、金が消えちゃうから、ちょちょ、金消えちゃうから、金を、金をさ、やだ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 、金欲しい金欲しい金欲しい、あ、やばいやばい、死ぬ死ぬ、金金金が金消えちゃうから。金、お金、お金、お金、よしよし、よしよし、よし、まあ、いっか、よし、よし、いいだろ、よし、戦ってやろう。あうわー、こいつら、おら、おら、こう幽霊たちが、おい、小賢しい、よし、お化けよりかね、お金消えちゃうから、幽霊消えないから、あの、時間で消えちゃう幽霊もいるけど、あいつら消えない幽霊だから。鍵パクってたからな、あいつら。消えない幽霊は最優先度低い、低め、最低。あ、これ、あ、上とかさ、あれは違うか、シャンデリアじゃないから。いや、もうその部屋を探索し終わるまで出れないね。一回部屋に入ったらその部屋を絞り取るまで絞り取って、はあはあ、おー、上か。すげえな、全部の部屋に行かせる。あ、待って、これさ、ライトでさ、違う？やっぱ裏から入れそうなとこあるもんね、なんか裏口みたいな。そこかね、まず入ります。よし、まずは店を。あ、え、何？おう、あーう、実体化させろってやつね。まあ後で。テレサのカップを割ってしまった。金が。ほら、回れ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 。破壊の限りを尽くしてる。あー、でもグッズが。あ、ドッスンのカップだ。すげえ。
赤いドッスンのカップ、あれいいな。ドッスンマグカップ、おしゃれだね。欲しいな。グッズを全部破壊していく。さっきやられた呪い玉じゃな、ダークライトじゃよ。はーい、やらこっていい、やらこっていい。あ、いけるやん。これさ、裏口かと思ったら冷蔵庫だったって。やだね。お、さっかり。へへへ、いや、小気味いいなぁ。えい、お化け、おお、いた、待て待て、オッケー、あ、待って、よし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 、えい、えい、えい、早く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 、1秒でも早く、よしよし、よし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 、待て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 、あー、いやあれむずい。あ、待て待て、オッケー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 、よしよし、これで、お、やっと吸えた。オッケー、一回逃げられたからな、あいつ。よし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 、あいつは絶対仕留めたかった。雪辱を果たせたな。戻ってきた。カネ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 、おお、もう一人で1万超えるぞ。うるさいうるさいぞ博士。おお、金だ金だ、金だらけだ。俺が漁ってる時にうるさいぞ博士。ちょっと静かにできんのかね。まったく。不遂な。不遂な博士だ。ニョキニョキ。何？ネズミたちが。わ、あ、金ネズミ。金ネズ。すげえすげえ。引っ張ることによってなんか、ニョキニョキなって。ニョキニョキなって。お金が。すくすく、ファックンフラワー。すげえ、下がなんかほら、ほほ、ネジみたいな、こんな仕掛けがあるとは。はあ、なんでもありですね。お山は涙目。待って、もうちょっと長時間パ、呪い玉全部で実際パー。え、待って、あれ意識ない時でもルイージの方リアクションしてた。あ、そうなん、やっぱ連動してるの、睡眠状態みたいな感じなのかな。今同じポーズ撮ってたよね、目開いてないけど。ルイージ USJ 来るかな。シュワン、無意識にポーズを取っていたぞ。オッケー。あ、でも今取ってないな。あ、誰？インテリテレサ。何それ？強いの？ほー。サングラス、え、目なの？え、後ろから、待って。ああ。サングラス赤いってことね。なんだ、後ろからやれば。あれなんだね。目にライトさえ当たらなければ、あいつらは実体化しないんだね。どういうこと？そういう魂胆というか、そういうもんだったっけ、君たち。そういう存在だったの。原理が分かってない、原理が。はい。よこせ、そのサングラス。目なんだね。だとしたらさ、後ろ向いてればだって当たらない、実体化しないということになるぞ、その原理だったらね。どういうこったい。えい、鍵取った時だけ連動すんのかな、本体に。またいや、オッケー。でもなんか長時間さ、なんか乗り移ってたらなんか二度と戻ってこれなくなりそう。
わあ、なんで？え、ボスか？まあキリがいいし、もしあれだったらボスやったらボス終わったら終わろうかな。クラブの鍵持ってますけど。何？クラブだけあれだね。入れないぞ。あれがないから。鍵穴ある？待って、なんかグフフみたいに聞こえたから。監視室行くのかな？監視室か？あっ、違うね、変わらずか。あのご夫婦は何なんだろうね。上からか。ね、ちょっとキリがいいところで終わりたいよね、できれば。これが動いたってことは何だろう。これをなんか駆使しろってこと。鍵は持ってんだよね。お？でしょ。こっちちょっと行ってみようか。こっち行ったらなんか誰か来た。うわあ、そういうことじゃないね。コマキームで吸い込み中にジャイディ操作するとノズルを上下に動かせる。ジャイディ。え？あれか？なにこれ。すげえすげえ、なにこれ。二人で頑張った。はあ、なんかハサミ浮いてますけど。ほんわ。はあ、こんなあれがあったんだね。こんな仕掛けが。ぐちゃぐちゃだ。上にもなんかあるぞ。そう、上のやつが吸えない。一生の不可。なぜ？いや、システムおもろい、本当に。同時操作もね、要求されるし。まあ、同時っていうか、一人固定だけどさ。いや、そう、ワンよりね、ギミックの使い方がすごいうまい。なんでもできそう、マジで。二人がかりだったら。これなんだ？カレンダーを捨てた？回転させれば伸びてくるとかじゃないの。まだ伸びて下からギュニギュニ見て。何それ、何それ。二人いるよ、二人。待って、逃げすぎ。これストーリー関係ないですよね、しかも。一人逃げたか。二人同時とか無理だろ、こんなん。おい。おい。拾う暇がねえわ。よし。拾わせて、消えちゃうから。お金消えちゃうから、早く。よし、よし。特に、金塊を中心に拾うんだ。金塊中心に。こんなんあったんだね。みんなもこれ同時に回したら、二つ回したらあるぞ。
こっちからやれば2つ同時に回せる。いいですよ、判定くれ。うわ雲だらけ。あ、戦闘力ありがとう。で、ここでどう鍵を使えばいいんだ。入ってきたはいいけど鍵使うとこないよね。入れるとこあるかな。やっぱなんか上からやんのかな。上なんかありそうだよね、あれ。ほら隙間が上か。これ回したことによってなんか上なんかいけるんじゃないのか、これ。あー、ブラックライトか。その手もあったな。なんかこう開けない？これなんか。なんか入れそうなとこあったと思うんだけどな。鍵なくなっちゃうのか、クソ。鍵置いてきちゃった。ブラックライト使おうか。そうか。ブラックライトを使ってなかったな。鍵は吸えない。これあれだね。遠くに置いてきちゃうの。やばいね。これによって詰むことないから大丈夫かな。遠くで解除すると鍵を置いてきちゃう現象。あ、あるやん。あるやんけ。発想の貧困さが出たな。カチャコンと。そう、遠くで間違えて帰っ、あ、監視室の鍵がこんなとこに。ガバガバ警備だな。よし、オッケー、監視倒して終わるぞ。あ、え、おい、わあ、グロい、グレムリンみたい。消す必要があったのか。あれ、ちょっと今の監視かな。いや大丈夫。あ、ちょっとイベントかこれは。わーだー、行けなくなったか。どうすれば。え、マグマ人だ。え、どうすんの、どっすんなの。ちょん、え、いける。どっすん、ほら、な、地道だな、すごい。あれかな、引っ張るかな。あ、そんなだ。あ、待って、あ、そんな、違う、普通に引っ張ればいいです。地道に引っ張るだけ。めちゃくちゃ時間かかるけど。お、お、オッケーオッケー、倒れたら尻尾か、尻尾。はい。ほら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 、削り切っちゃうぞ、削り切っちゃうぞ。で、怒るから、これで怒ったら、なるほどな。どすんだかね。続けば簡単だな。うんうん、ほら、二度と逆らうんじゃねえぞマジで。オーイエス、オーイエス。おう、何ですか。なかなかの暴れ者じゃったの。よくぞ捕まえられたものじゃ。研究サンプルが手に入って大助かりじゃわい。その調子で頑張ってくれよ、フェフェ。研究サンプル。今回のラスボスは小山教授の可能性があるな。どんどんあれじゃない。元は良かったんだけど。ね、回を追うごとにマッドサイエンティストが進んで、やべえことになるとか。ちょっと待って、クロちゃんのお尻拭きたい。
長丁場に向けて、クロちゃんのお尻に匂いに異変を感じた。あ、でも綺麗だ、すごい。ちゃんと綺麗になってる。すごい賢いぞ。うんちの匂いすごいするけど、トイレから。お尻はまっさらだった。さすがクロちゃん。うんちのキレがいい。キレがいいじゃないか。さすが。さて。おめで最後だぞ。観念するんだな。眉毛ふと。おい、逃げるんじゃねえぞ。今日一番怖がりだな。どうした？あ、やめろ。銃やめろ。ダメ。この人もグラサンはず。あ、待って。周りを見よう。待ってよ。あ、ダークライト。周りは触れないんだ。あ、てかあれか、グーニーか。グイージだね、これ。そうだそうだ。お、回復だ。やった。25で戦うの？やだ。やめて。あ、だから水鉄砲か。いや、痛い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 。あれか、やっぱサングラス外さなきゃダメか。ん？待って。あ、やっぱサングラス返せ、サングラス。よし。あー、水がお開き。いけ、無限にあるぞ。オッケー。なるべくね、ネタバレなしでお願いします。自力で俺頑張るけん。まあ、大体俺気づいてるけどね。コメントより先に気づいてるけどね。強がり。あ、待って。ほぼ同時だな。あ、待って。ういっういっういっおい。え、嘘、自動回復してた。マジで見てなかったや。まあ、死んでも何回でも出せるから OK かなみたいな思ったけど。待って、これ気づいたら簡単すぎんか。ちょっと待って、気づいたら簡単すぎる気がする。ちょっとこれ、おいーおい。待って、こいつボスだよね。歯ごたえが。まあでも弱そうだしな。帯、恐怖、恐怖が。いて、あ、こいつ、こいつ暴れだした。暴れん坊だ、暴れん坊。うわー、こいつ捕まりながら。でも実質あれだな、体力無限だな、これ。何回でも、なれるから。相手 HP 回復しないし。ほら、返せ。グラサン何個持ってんだ、お前。あー、くそ、こいつ水が強え。即死だもんな、これ。水即死。こいつボスじゃないな。水即死なのはきつい。ちゃんと水避けんとな。その前に突っ立ってたら。あ、待って。よし、終わった。お疲れ様。思い出の中に眠ってくれ。はい、ドカーン。あ、そっか、ボタンか。よーし。ねえ、無限だもんね。あの液体ってなくならないのかな。あの液体はこのグイージーの。よし、意識を取り戻したら。乗っ取られるんじゃねえぞ、意識を。まったくヒヤヒヤするね。ギターがこの金目のもんをちょっと当たりたい。はい、ほほー、
鼻がすげえ斜めだったんで怖い。落ちてきそうで。ね、いい時間だね、もうね。3時だもんね。やりすぎちまった。2時ぐらいで終わる予定だったのに。侮れん。さすがニンテンドー。感服だぜ。俺の負けだ。うん、勝ったことないけど、ニンテンドー。やられたぜ。まんまと。えい。おぉ。なにこれ。果実が。果肉が。この果肉みたいなのもあるじゃん。液体なんじゃないの一応。いいの？果実の液体は大丈夫なの？純粋、真水だけ？お水だけ苦手なのかな？いや、なかなか強敵だったんだよね。よし。戻ってきた。よこしなさい。ああ、ねえ。オッケー。でてて、待って。開けれるか？今なら。あ、ダメなんだ。待って。おい！よし！危ねえ。取り逃すとこだった。開けれないからといって。本当に開けれないとは限らないからな。罠だぜ、それは。幽霊の居場所が分かるとこかな。違う？ただの監視カメラ？緑すぎてこれ監視カメラの意味あります？これ絶対にもう無理だと思います。顔とか分かんなそう。おお、金金。 OK、 パトカーのおもちゃをぶっ壊した OK かな。よし OK。 グイジの素材がお化けらしいから、素材がお化けなんだ。グイジの素材がお化けってことは何？お化けを溶かして怖いね。だからでしょ、人間を溶かして人間を作るみたいなものでしょ。怖っ。狂気のマッドサイエンティストだな、博士。お化けを溶かしてお化けを刺激してるわけか。あれを作るために一体何体のお化けが溶かされたのか。恐ろしいですね。考える、見るも奥のさんだ。考えるだけでおぞましいが。あなたね。はっはー。ん？ラスボスグイージとかありそうだね。グイージが、俺こそ本物だみたいな。消えたくないみたいな。グイージ君、これでロビーの2階フロアには直接エレベーターできるようになったぞい。ロビー2階なんだ。ロビーの2階フロアね。なるほどね。ロビーのあの階段登ったところか。せっかくじゃから2階の様子をもう一度見に行ってはどうじゃね。2階の様子見に行きますか。はい。じゃあどっかでセーブ挟んでくんないと終われないよ。あ、セーブ入ったね。オッケー。ムービー入るかな。ムービーなければここで終わろうか。9834。クソ、1万いかんかったな。1万いってから終わりたかったぜ、お金。はあ。キングテレサを操っていた。だから、あれだよね。キングテレサを今回復活させたのなんかオーナーだもんね。なんとかコナー。なんだっけ？粉まみれコナーみたいな。いたもんね。オッケー。まあ、ここで終わりますか。セーブ入ったと思うんで、タイトル画面に戻る。ゲームやめてタイトル画面に戻りますか。最後のオートセーブ以降の進捗が失われます。はい。よーし。粉まみれコナー。お疲れ様でした。あ、パウダネスコナーだ。マジパウダーだね。いやー、ルイージマンション3、面白かったです。これはね、ちょっと、見ても欲しいけど、生放送見に来ても欲しいけど、あれだね、自分でもプレイしてほしいね。これマジで子供とかすげえ喜びそう。一緒、俺学生時代とか一緒やってるぞ、こんな。学校休んでやってるぞ、こんな。いや、面白かった。あっという間の3時間だったね。また今日の夜もね、やりますんで、よければ見に来てね、と、思います。お疲れ様でした。